こんにちは、僕ゲームでございます。ウィリー2019マイクラブをやっていきましょう。今回お相手の方、レーティングが888と、おぉ !8 が並んでますね。60.6% よろしくお願いします。強かったですね。そして、今回使用する選手はこちらの FP ルカクレベルマックス。前ね、アプリの方で動画やったんですけど、今回 PS4 の方ではね、スキル追加の、まあ、アイテムですね。スキル取れなので、こちらのね、ワンタッチパスが、ルカクにつきましたということで、パワーのね、中に柔軟さも兼ね備えた最強の FP ルカク、使っていきたいと思います。調子ドン!よーし、絶好調!ありがって、おー、ビエラ絶好調か。カンテも使いたいところだけど、ここはビエラ絶好調を信じてね、信じる力大事なんで。あとは、クリバリ来た !FP クリバリ絶好調。こちらね、ナポリの FP ガチャ当たって、やっぱファンダイクとのコンビで行こうかな。ここやばいな。ここのトライアングルやばいぞ、これ。ファンダイク、クリバリ、ビエラ。他はとりあえずこれでいいかな。まあ、グリーズマン、スタメンでもいいけど、ムバッペ調子いいからこれ。うわ、お相手 FP ネイマールいるね。これちょっとロナウドハードマーク入れていきます。ロナウドハードマークで、ここの攻撃参加、ファンダイク、あ、じゃクリバリ、ファンダイク、ビエラで。コーナーやべえな。で、ユニフォームが見やすくしたいので、こっちはいいかな?こっちはいいですね。よし、お相手の方よろしくお願いします!さあ、ということで、FP ルカクのレベマ、ワンパ持ち。ワンパがついたのでね、まあ、ダイレクトプレイのところでもしっかりやっていける。あとはルカクの強み、フィジカルとスピードの部分生かしていきたいですね。あとシュートだ。よっしゃ、お相手の方よろしくお願いします。まあ、まずは守備からだからね。あ、でもこっちキックオフか。こっちキックオフだったら攻撃だ。コンセプトアレンジが終わって、ただディフェンシブ消しましたね。ディフェンシブ消したね。これ一回ラインを相手押し下げます。手元に読んでるが逆が空いてる。ここだ、これだ。あ、ルカク決めろ。あ、オフサイドか。マジか。うわ、左足一本出てる。いや、でもいいよ。今さっきのムバッペの、ラインブレイクじゃないけどね、あそこ下げたことによってお相手のね、いや、これキックフェイントは怖いね。はい、内部これ運ぶよ。マジか。いや、うまい。はっで落ち着く。ここで一旦落ち着いてね、しっかりとアスピリで状況の判断をしていく。いやー、メッシー動きしてるわ。ルカク、ナイス。ここに出てくるよ、ルカク。まあ、高さのところもあるからね。今のはもうキーパーかわしで、完全に決める形で。はっ、ワンパのルカクの質の良さ。うおっ、奥ロック。マルディーニ頑張れ、マルディーニ。いや、これやばい、ちょっと待って、若干ミスった。オッケー、ナイスクリバリ。FP クリバリ最高。あー、これ200キロ。まずい、ちょっと遅れた。勝てるか。さあ、収めたいね。ナイス。メッシー、カウンターを仕掛けていきます。いやー、ちょっとね、今ルカクの動き出し見すぎた感あった。このワンツーは注意。うまいな。裏かな。いや、ない。はい、ナイス。スピードいけた。これ足元いけるよね。うわ、さすがやな、モドリッチ。
ネイマール、OK、判断で、ここで前線に入れます。マジか、なんかモドリッチのところで結構カットされてる。仕掛けるタイミングを図る。どうする。いや、うまいな。ここは間合いを取る。やらせないぜ。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。おっと、ちょっとミスが痛いぞ、ここ。このパス回し、いや、やばい。 OK、 アスピリクエタ、やばい、待って待って、それは聞いてない。渡ります。よし、さあ、ワンパルク、ワンパルク、メッシ、逆サイド出したいけどね。間、ムバッペのボール、収まってフリーだ。いやー、ライボ、いやー、ルカク、うわ、オフサイドかっけパワーの中にテクニックを備えたね、ルカクの面白さがちょっと出たけど、今のやばかったな、めっちゃ面白かった。しかしレフリーよく見ていました。これちょっと通らないね、これ通らないね。モドリッチ、ナイスナイス。さあ左へ預けて、シュートもあります。うわ、いやいや、危ねえ、危ねえ、ジライヤ。さあカウンタースピードを上げたいところ。オッケー、パスを抜けるか。ネイマールに渡る。ナイス。さあムバッペ、一旦前を取る。いや、ちぎれないか。ロングボールを入れてきます。ただビエラがここ待ち構えてるから。ネイマール、ここのビエラマジで強いわ、ほんと。いや、いいね、ワンパがマジで効いてる。ルカク、うわー、前入れない。いやー、でも攻めのね、点取りたいよな、ちょっともう1点。メッシへ、オッケー、なかなか繋がらないですよね。さあカウンターを仕掛けます。いいよいいよ、パスで繋いで、いいよ、進んでいきます。マジか、ふぅ、取れないですか、レフリー。さあ、どうくる、リブルで仕掛ける、やばい、スルーパスを出す、おい、いやー、マジか、くわー、前半の最後ね、今高取りうめえ。いやー、さすがですね、面白くなってきたぞ、これは。まあ、ルカクのところはでもワンポイント効いてるんでね、このままいこう。で、後半ね、スーパーサーブ入れていきたいと思います。よし、いや、燃えますね、やっぱり強い方とやると。後半どうなるか全く予想がつきませんね。わあ、若干パスミスが多い感じで。 OK、 キーパーアップ、早めのパブロンで。ロイヤルエクセルブスクロンとしては今足りないのはゴール前にいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。いや、いい動きしてるな、ボッペ。ああ、いいね。ああ、ただそこか、カンテがいるんだよな。ああ、サンキュー。これ、ルカク、あれ通らないか。ナイス、うまい、セルジーロベルト、取れないね、攻め上がっていくと呼んでいたネイマール。おー、いいね。さあカウンターのチャンスになります。さら、お、なんで、なんだそれ、なんであんな良くなったの。これ仕掛けるか、クリバリやば。ただなんであんなパスが弱くなったんだ。メッシから右サイド、カウンターを仕掛けます。さらー、はい、からメッシ、この柔らかい、いやー、ルカクナイス抜け出し、最高だ、最高。いや、2得点ですよ。で、58分か、どうしようかな。まあ、ルカクスタミナまだまだあるな。やっぱ強いね、ちょっと本当に。
迷うけど、メッシがね体力なくなってきてるんでちょっと早いですが、メルテンス入れていきます。オムフでね、オムフンス、オムフンス入れて、ペレグリーに関してはもうちょっと我慢かな。まあ、パボンも入れていきたいですし、ただ今のところがいいかな。お、メルテンス入ってきた。これワンチャン FP メルテンスでしょ、これ。FP メルテンスの可能性大だよ、これ。スルーパスを出す。いやー、少しいい形になりかけたんですけどね。あざーす。ビエラとバトルしようぜ。裏へ届くか。このスルーパスは通りません。ティバンソとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。スペース出ましたね。いや、オフサイドないのこれ。いや、うまっ。マジ。いや、うまっ。ガチか。あそこであのパス選択はうまっ。攻守が入れ替わってからの一連の流れ、見事でしたね。メルテンス、レディーゴー。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。ナイスナイス。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。ここだな。ネイマーがね、めっちゃいい動きしてるんですよね。ただ、うわー、もったいない。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、いや、抜き出しうまっ。いい形で試合に入っていけるんでしょうね。よし。ティワンソン再び追いついています。よく取り返しましたね。このままいけば流れ変わりますね。ルカクからムバッペ。ルカク負けるな。いけ、切り込んでいく。いやー、無理か。取れるぞ。ファールねえかこれ。よしよしよし、1-1。ナイスネイマール、そこで持ってくるなんて。これ狙えるぞ。ただ選手交代していきましょうか。いや、面白いねこの白熱の戦い。ね、ペッレグリを入れていって、で体力がもうないんでね、パボン入れていこうか。パボン右で、よし、これでいこう。ちょっとフリーキックルカクで蹴ろうかこれ。うん、もうルカクで蹴ります。ただね、キーパーが読んでるんですよね。読んでるからここ狙ってみるのもありだな、この弾道で。直接狙った。あー、いや、これダメだったか。普通にいい反応見せますよね、キーパー。キックも悪くなかったと思いますけども。マジでキーパーの方が一枚上手でしたね。おい、マジこれ。裏を狙っていきます。いや、切り返さず、よし、ボール来たチャンスだ。オッケーオッケーオッケー。危ない、一気にピンチからチャンスか。え、違う。おお、ピンチからなんちゃチャンスからピンチだったね、いきなり。よし、これペッレグリエ。ナイボー。いや、いい動き。で、ここで収めたい。オッケーオッケーオッケー。いやー、レカ神ここで収まる男。あー、オッサイド。まさかのオフサイドか、これ。ちょっとまさかのオフサイドでしたね。でもよく審判見てましたね。いやー、抜け出しつつ、うわー、しかし立ちはだかる。これ逆に、いや、ルカク、ルカク、うわー、惜しい。81分か。これね、これね、ファーでいきますよ。ファーで折り返していきます。ファー折り返し、ビエラ、ペレグリー、これです。ここのもう身長190センチのね、あそこのね、やっぱりファー折り返しはほんまに強いです。この方、ここの抜け出しは異常にうまいんで、あえ負けないで、マルディーに。いや、この試合は楽しいですね。ここだよね、ここで落ち着いてやりたいですよね。そう、落ち着きたいとこなんだ、これ。メルディス運ぶんだよ、これ。運んでパス。
パーバーンでルカクも開くからね。ピケがどれだけ引きつけて引き連れるか。もう一個。マジか。ちょっと早まった。切り替えたいとこですよね。いやここ。マザールからメルテンス。ボールのどこのパス。切り返さず。よしよしナイスナイス。ちょっとでもクリアミスったな。このまま終わりたいですよね。そうですね。もう時間が過ぎるのを待つだけですね。このワンパが効いてくる。いやそれはミスった。ああよかった。今のパスでいいか。普通にパスでいいか。これルカ君に当ててワンパヘッド使いましょう。ワンパヘッドで。やべ逆にカウンターやこれ。マルディーニ最高。スルーパス。いや通る。ルカク。うわーバーディーが。オッケーということで、いやーまあね、お相手の技のところ結構硬く点差で、最後はなんとかねファー折り返ししたけど、すごくね楽しく試合できてよかったですね。いやー面白かった。やはり攻撃的なサッカー。まずはここね、まあ、メッシが完全に引きつきましたね。これであとはルカクパーンいって、パーンいって決まって、正直ねあと2点ぐらいルカク惜しい場面あったんだけどね。惜しい場面2点ぐらいあったんだけど、ただこの中取りうまかったな。まあこれ FP ネイマールだからやっぱり早かったね。ビエラでも追いつけなかったもん。で最後このメッシがね FP クリバリの目の前をちょっとだけ触って抜けてるというやっぱメッシって感じだったね。さすが。さあそしてここね、また目はメッシからルカク。あ抜け出しもこれ動きが完璧でしたね。しっかりあとは決めてくれるし、そうオフサイドでね2点ぐらい惜しい場面あったからね。ただここ誰だ、メルテンスか、抜け出しか。でこれちょ見てこのパス、ここでサラーまで見えてるっていう、これはちょっと自分の脳みそにはない判断でしたね。あと危ない場面とかあったけど、これなんだっけ、あーこれワンツーで抜け、あー三角形で抜け出したやつか。まあでも正直これコースが危なかった、ファーでもよかったけど、左足で持ち帰れればよかったけど、まあノイアーしっかり防がれて、ただねここビエラがここ折り返すんですよね。でペッレグリがスーパーサブを生かして決めてくれた。うーんまあこの1点で勝負はあったと。まあでも実際4点5点目行きたかったですね。いやでもすごく楽しくできましたね。はいということで今回、おルカク MVP でございます。ということで今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。